ヒロシさんは分かりますよ、元選手ということでね。浜野さん、上からの登場いりますか？いらないで、あの新体制発表会見の新選手の入団のような入場だったんですけれども、このお二人、今日いろいろトーク聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということでね、今日はファン感の時に天野さんがね、発表したとっても気が重くとっても大切なプロモーション、この本に基づくいろいろな裏話を聞いていきたいと思うんですが、この本をご覧になった方誰かいますか？ありがとうございます、ね、じゃあもう本のことは分かってる方も多いので、やっぱり裏話的なことを、はい、1割ぐらい上げてます。ちょっとやる、じゃあその辺もちょっと含めて。もう売ってないですか？あ、売ってないですか？完売した。じゃあなんとかオークションとかで。ヤフーオークションですか？はい、ありました。ということで、最初ね、あのちょっとスタッフさんがごそごそ片付けていたところで笑いも起きてしまいましたが、あの感動的な VTR、ひろきさん何回目ですか見たのは？いや、久しぶりに見ますよ。あの作ってもらった当時は嬉しくて何回か見ましたけど、はい、本当に素晴らしい出来で、僕は素晴らしい人間だなと僕は思わせていただきました。改めまして、それをね、監督された天野さん、いや、もう見た瞬間に、なんか僕は本当こういう人間じゃないですっていうのをずっと言ってたんですよね。あの12月のマリノス戦の後、ロッカルームで試合終わって、みんなあのファンサービスがした後に、そうですね、あまりにもできすぎだったんで、あれは本当天野さんやりすぎですって言われました。ただやっぱりね、少しぐらいはね、こう綺麗にね取りまとめた方がいいじゃないですか。いや、嘘ではないですよ、嘘じゃないですよ。だそれをこう少し、まあ、盛るというねそれは必要かなと思いました。思いの詰まったね、本当に VTR で。今も皆さん、の天野さんが選んだ選曲にこうリズムに乗りながら見ていらっしゃる方も多かったですよこの曲に今、この曲はだからね、もう本にも書いたんですけど、なかなかたどり着かなくて、ここまでなかなかね、最初からこういう曲を知ってたらもっとパッと映れたんだけど、本にも書いた通り、こう流れを作ってくる、それを作るのがすごく苦労したっていうのと、あと伊藤博樹じゃないとあの曲が合わないとか、川島英二だと合わないとかあるんですよ僕の中で。チョンテセだったら絶対無理みたいなのあるわけですよ。だからそこがね、こう博樹をこう、まあ、男の僕が言うのもあれなんですけど、こう博樹のことずっとこう、その期間も博樹のことばっかり風呂に入って、博樹のことばっかりこう考えて、もうずっと探してたんで、曲の歌詞みたいやばいですよね。うん、ラブソングですよね。僕は君に恋をする。うん、恋してたの、その時期は。してましたよ、冒頭その時は。その時はっていうか、探してでもね、そう、歌詞も大事ですね。まあ歌詞よりもやっぱり曲調ですよ。曲にこういう、写真を入れ込もうとかね、聞くとこう浮かんでくる。浮かんでくるんですけど、だそういう曲とそういうんじゃない曲っていうのがあって、まあ、自分の中での決まりみたいなのがあって、そこで、まあ、すぐこの曲聴いた時はもうヒロキのいろんなのがこう浮かんできて、まあ、こういう言葉が入れられるかなとか、そういうのがパッと浮かんだから、うん、聴いた時にもう僕はもう結構泣きました。風呂場で危ない人です本当に多い。息子とかに見られたらもう終わりですからそれぐらい苦労があった中でのこの VTR が出来上がった、その話もちょっとね、後でいろいろ VTR の話聞いていきたいと思いますが、今日こういった VTR はじめとしたフロンターレのいろんなイベントも含めて、プロモーション、フロンターレだからこそのプロモーションについて話を聞いていきたいと思うんですが、ひろきさん、まずは社会人1年目フロンターレスタッフとして働いてきてどうでしたか？どうでした？
いや、いろんなことやらせていただいて大変だったですけど、まあ、楽しかったです。楽しかったです。これね、俺本当にすごく言われるんだけど、もう俺一言も言ってないですからね、これやれあれやれって。そこちょっと天野さん、みんな絶対に天野さんがひろきさんあさせてって本人も弁明してましたけれども、思ってる方、私たちスタッフも思ってるんですよ。天野さん働かせすぎない？ここにね、いる方ね、結構俺に言ってきましたよね。え、そこちょっと弁明しましょう。裸にすんのはひどいと思います。小麦粉とかぶつけるのってあれは侮辱じゃないですよとかって本当にすごく言ってくるんで、本当にね、もう本人から言ってくれないと、僕が言ってないと言っても信じてこないのかっていうんで、ただ一つも言ってないよね。いや。あら。いやいやいや、あれですよ。え、言ってないじゃん。言ってないよ。いや、これをやれとかっていうのは言わないじゃん。言ってない。まあ言ってないです。はい。大体うちにあの高尾ってやつがいるんですよ。知ってます？最近ね。最近あのバイブルにも毎週出てくるあの。メディア大好きなやつがいる。最近セットみたいになってますけど、お二人で大体こう天野さんのことやりたいんですけどみたいなので来るんですよ。だから僕はまだそこのところで言っても、そのプロモーションとして、プロモーションというか企画としてね、成り立つためのこうアドバイスをします。ただそれをあのダメだとかそういうの言った記憶がないですけど、伊藤さん、僕ありました？ないですね。ないでしょ。ちょっとじゃあその事務所でひろきさんが思いついたことを天野さんに相談するところをちょっと再現してもらっていいですか？え？そういうところを見たい。あ、まずその、だからさっき名前出てきた高尾っていう人がいるんですけど、まあそこ、まあ、席隣なんで、まあ、高尾ってね、あのちなみに言っとくとね、名字なんですよ。高尾雅人っていうんですよ。ややこしいやつなんですよ。名前と名前がくっついたみたいなやつですね。いらない？でもこの場でやっぱりその話しようと思ったけど、あんまり高尾の話してもあれですかね。やめてください。何ていうか、高尾さんと隣で、彼がまあ、なんだろう、いろいろ話して、とりあえず天野さんにとりあえず行ってきてみたいな感じで僕もお願いして、すごい動き回れるから、ちっちゃいから直接は言わないんですか？ちょっと怖いあんまり、はい、まあ、一緒に、やっぱ一緒に行きますね。一人で僕もまだそう、あんまり分かってないことも多いんで、まあ、そういう、なんかいろんな流れとかなんか必要なこととかは結構用意してくれて、そこで天野さんに相談しながらという流れです。